こんにちは。今日は近所のトレーダージョーズまで来てます。でね、最近はね、入る人数が限られているので、こうやってね、2列に並ぶんです。あと少しです。ランブータンがある。これ新しいね。うん、これ買う。もう秋のものが置いてありますね。おお、こっちはね、夏が終わるともうすぐにパンプキンになります。すべてが何でもパンプキン味。パンプキン、パンプキン、パンプキン。そう、これ最近出たんだよね。買ってみたい。トレーダージョーズブランドのヘンプミルク、昆布茶はこれがトレーダージョーズにしか売ってない味で、そう、このブランドはいろんなところに売ってるんだけど、このストロベリーレモネードの昆布茶はトレーダージョーズにしか出してないんだって。美味しいよ。いろんなサプリとかもあるんだけど、私はこのガーデンオブライフのブランドが好きで、本当はいろんな種類あるんだけど、ホールフーズとか行くとトレーダージョーズではこの種類しかなくて、でも普通よりちょっと安いんだよ。マヌカハニもあるんだ。いいね。ニュージーランド産の手を消毒するスプレーもすごくいいんだよ。これはね、グレープフルーツとレモンのエッセンシャルオイルが入ってるんです。でね、普段このドクター・ブローナーズのラベンダーのやつもあるんだけど、それもすごいおすすめです。このローズウォーターのフェイシャルトーナーもたったの4ドルで結構いいんだよね。あ、今日これある。いつもね、この猫ちゃんスナックとこれを買ってます。でもこれはまだあるので、これだけにします。ホリスティックナチュラルでいいものしか入ってません。これ最近トレーダージョーズで出た新商品です。ポッキーの真似です。ダークチョコレートクッキースティック、食べてみよう。ここがお肉売り場なんだけど、最近はこのプラントベースバーガーズも売り始めていて、あのインポッシブルバーガー、ビヨンドバーガーっていうブランドの肉が入ってないビーガンバーガーズが今流行ってんだけど、こっちではファストフード屋さんとかでもあるんだけど、多分トレーダージョーズは真似して出したんだけど、これは意外と美味しくないんです、ここのは。で、こういうね、これは普通のお肉なんだけど、薄切り肉も、薄切り肉っていうのはあまりアメリカではそういう切り方はなくて、でもこれはなんか珍しくあるんです。薄く切ってあるビーフです。これもね、私好きなんです。普通のポテトチップスにホワイトトラッフル、トリュフオイルがかかってるやつです。美味しいよ。あとはね、いつもこの新商品セクションをチェックするのが好きなんです。ね、待って、こんな、これだ、アーモンドミルクでできたチョコレートバー。しかも、あ、だからヴィーガンなんだよね。トマトスプレッド、こういう日本のお茶みたいなペットボトルも最近出始めてますね。あとこれね、これ買ったからね、後で食べてみたいと思います。これも美味しそう。クリスピーバナナリボンズ、多分これ乾燥されたバナナチップス。買ってみようかな。これも新しいやつだ。デイリーフリーチーズケーキ、チーズが入ってないチーズケーキ、ビーガン、ナイス。あと最近この抹茶のアイスが出てもう大好きです。よく食べてます。あとオートミルクのアイスができたんだね。
私あんまりストローベリー味好きじゃないんだけど、アイスとかは。だけどこれは美味しいかもね。これはね、アーモンドミルクでできたバニラアイスです。見て、こんなのもあるよ。今から買ってきた新商品のものを食べて飲んでみたいと思います。まずはヘンプミルクから飲んでみたいと思います。ヘンプはね、種のところを取ってて、水と混ぜてブレンドしてミルクにしてるんです。よく振ってから、今日はアイスティーを用意してます。これもトレーダージョーズのブランドのもので、このブラックティーすごく濃くなってるので、私は本当にアイスとそのブラックティーと少しだけブルーアガベオーガニックの、これもトレーダージョーズを使って少しだけ甘くしてます。はい、入れます。そう、こういう風にあのミルクティーラテっぽく作るのが私の好きな飲み方で、いつもはオートミルクを使ってて、トレーダージョーズの、でもすごい美味しいし、あとあのソイミルクも普通に美味しい、トレーダージョーズソイミルク。はい、飲んでみます。うん、あー、なんかね、日本の豆乳の感じがする。飲みやすい、あのそんなにクリーミーっていうよりも水っぽいから、なんか飲みやすい。で、次、じゃあランブータン食べてみたいと思います。手でもいけるかな。いけるよね。少しお待ちください。こんな感じです。ランブータンです。Okay, 次はこのクスピーバナナリボンズを食べてみたいと思います。おお、いっぱい入ってます。うん、美味しい、美味しい。本当にバナナとオイルと少し お砂糖とお塩だけです。おいし、あ、これおいしい、うん、そのまんまでも全然いけるし、ワカモレとかつけても絶対おいしいと思う。サルサも、あ、なんかマンゴーサルサとか合いそう。なんか It's like あのプランテインチップスっていうのはまあ当然なんだけど、なんか甘いバナナっていうよりもそのサルティープランテインチップスに近いものだね。オッケー、最後はね、このダークチョコレートクッキースティック。おーすごいね。ていうかこのパッケージが可愛いよね。シマウマがユニコーンになってるんだよ。なんかね、こうツイストになってるクッキーのところが。うん、おいしい。ポッキーよりもクッキーのところが太くて、チョコレートもビターで美味しい。クッキーだけ食べて、うんうんうん、美味しい。もうこれグッドだね。お、皆さんは
今日私が買い物したものの中で一番気になったものは何ですか？コメントの方で教えてください。そしてチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。またねー。